皆さんこんにちは。先生もこんにちは。こんにちは。本日は、世界情報大学院大学の井上邦夫先生にお越しいただきました。先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まだ緊張してますか？こういうの初めてですか？緊張してますね。初めてです。じゃあちょっといろいろやってみたいと思いますけれども、はいはい、では最初に先生 の、 あの自己紹介をお願いしたいんですけど、はい。井上邦夫と申します。現在、社会情報大学院大学という去年の4月に開学したばかりの、広報情報のプロフェッショナルを育てる、社会人対象の日本で初めての専門職大学です。でここに開学とともに、教員として、教育研究に携わっております。うん、ですね。あの井上先生とはお付き合いが長くて、一番最初に広報学会の M&A 広報研究会が最初ですかね。もう10年以上前。10年以上前ですか。当時は私はホリエモンのね、あのライブドアと、あのフジテレビ の、 あの買収合戦というのをテーマにこう調べたんですけど、その時からのお付き合いですね。そうですね。はい。ということで長くて、でそれ以降、その後レピュテーション研究会に参加していただいてますね。す、私が主催を、はい、そうですね。で今回3回目で、うん、あの外見リスクマネジメントの研究会、先生にもね、あのやったらいいんじゃないかって言われたんですよね。研究会、いや先生に言われてなかったかしら。いや先生がなんか、いやなんかすごい石川さん変わったですって、そこからでしたっけ。はいはい、そうですね。あの皆さんに本当に強調したいんですけれども、まあ、今石川さんが言われたように私が初めて石川さんにお目にかかったのはもう本当にもう10年以上前になりますね。日本工学会の研究会で初めてお目にかかったんですけれども、その時と今の石川さんを比較しますと、もう本当に、大げさではなくお世辞抜きで劇的に素敵になられたんですね。で ある時からですね、今からどうでしょう、3年か、はい、ね、3年ぐらい前ですね。その時から、まあ、石川さんとは本当に日本工学会 の、 あの、まあ、研究会を通して、まあ、定期的にお目にかかる、ね、お目にかかっているんですけれども、3年ぐらい前から、まあ、お目にかかるたびに何かこうね、とても素敵になるんですね。それで、石川さんに、まあ、率直にね、そう聞いたわけ、何かしたでしょって、そう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 、石川さんちょっと聞いていいとか、何かしたでしょって、なんかすごくなんか迫るように一体何したのみたいな、まあ、そんなにあの迫るようなわけじゃないですけど、そうですよ、私あの神保町で、あのカフェに行っていろいろお話ししたの覚えてます。はいはいはい、でいろいろ実はこんなことしてるって言ったら、やっぱりみたいなね、うん、そうですね、で、うん、でそれで研究会やるっていうことになって、うん、そうですからその時に、うん、石川さんに、まあ、そう疑問、率直な、ね、疑問を、ぶつけて、まあ、本当に素敵に、ね、お世辞抜きで素敵に なられましたけど、何かされてるんですかっていうね、質問したら、まあ、いろいろ例えば姿勢の問題とか、その服装ですねとか、そういう話をされたので、それはやはり何かね、その石川さん の、 その経験をもとに何か、ね、研究会になり勉強会ができるんではないだろうかと、そこが始まりですかね。そうですね、はい、ではちょっと3分経ったので一回ここで聞きたいと思います。はい、今こんなしきりに